長屋さんからも昨日のね、ちょっと新米町の話ねえ、今日初めての方もいらっしゃるんですね。そうなんですね、はい、1年ぶりにこのシニックテラスに帰ってきてくれました。 ありがとうございます。おかげさまで無事に帰ってくることができました。はい、はい、よしこと神谷よしもりさんです。アーティスト名読みは変わらずね、よしもりという漢字を変えて新たな気持ちで今日ここで歌ってくれます。同じフォークソングを愛する者として頼もしいお方です。あ、でも私にはね、愛おしいように読めますよ。あ、愛ですね。はい、はい、レパートリーはさだまさしさんをはじめ、かぐや姫、南こうせつ、長渕剛、たくさんございます。どのレパートリーも完成度が高くて素晴らしい演奏です。ぜひ皆さんお楽しみになってください。2日目の今日は本日のトリを飾ってくれます。彼の演奏で今日も締めくくりたいと思います。最後です皆さん、今日の最後、ぜひ盛り上がってくれてください。神谷よしもりです。お願いします。蒸し暑さを感じたんですけども、いかがですか、寒くないですか、大丈夫ですか、ね、と今日はあの僕でこれ終わりますので、お付き合いいただいた皆様どうぞね。今日2日目ということでですね、まあ、昨日と打って変わりまして、今日はもうあの本当にあの昭和の世代の皆様ばかりかな、平成の世代の方もいらっしゃるのかな、わからないんですけども、まあ、昭和の方に対してですね、まあ、音楽祭ということでございますので、まあ、ちょっと今日は歌謡曲などをね、遊ばせていただく、皆さんと一緒に歌が歌えたらなと思って用意してまいりました。おそらく昭和の世代の皆様であれば、40代後半から上の方々であれば、まあ、でございますよ、限定でございますけども、一緒に歌っていただけるんじゃないかなと思った曲を、ちょっと、メドレーというか、ね、メドレーという形でちょっと、準備してまいりましたので、ご存知の方がありましたら、ぜひ一緒にお願いしたいと思います。皆様にご協力いただきたいところもございますので、後ほどよろしくお願いいたします。では参りましょう、この曲から。
よろしく来週でございます。もっと素直に僕の愛を信じてほしい。一緒に住みたいよ。できるものならば。だんだん流れが分かってきたかと思うんですけれども、誰か君にやきもち。君はなぜ今いますよ。